アンヘル・ニエト・ジュニア、アンヘル・ニエト・ジュニアは、スペイン・マドリード出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権で、延べ13回のチャンピオンを獲得したアンヘル・ニエトの、息子。弟のパブロ・ニエト、いとこのフォンシ・ニエトと、同じく、ロードレース世界選手権に参戦した経験を持つ。父・アンヘルは、当初へ、レテにオートバイレーサー以外の道を歩んでほしいと、願っていた。 しかし、ヘレテは、父と同じ道を望み、1993年から、ホルヘ・マルチネス監督の下、スペインの 125cc 国内選手権を、戦うことになった。1995年のロードレース世界選手権、第10戦ブルノで、マルチネス率いるアスパーチームのセカンドライバーとして、世界デビューを果たした。翌1996年には、GP と、 並行して参戦したヨーロッパ選手権でシリーズ4位の成績を残した。1997年には GP にフル参戦し初ポイントを獲得。1998年には父、アンヘルノビア、デジタルチームに移籍し、エミリオ・アルサモラのチームメイトを務めた。この年は41ポイントを獲得し、シリーズランキング19位に入った。1999年に、 チームはマシンを、それまでのアプリリアからホンダにスイッチした。このシーズンは、チームメイトのアルサモラが活躍して、チャンピオンを争っていたが、シーズン終盤となった第13戦、フィリップアイランド、残り数週となった時に、アルサモラは、日本の上田登ると絡んで転倒してしまい、復帰したもののポイント圏外の16位まで落ちてしまう。その時15位を走っていたのはヘレテだった。 七ニエと監督はピットサインボードを掴んで大騒ぎし、アルサモラに順位を譲るよう、息子に指示を送った。ヘルテはフィニッシュラインギリギリで停止し、15位を譲られた、アルサモラは1ポイントを獲得することができた。そして最終戦で、アルサモラはまさにこの1ポイント差で逃げ切り、ワールドチャンピオンに輝いた。ヘルテのチームプレーがなければ、同ポイントに並び、 勝利数で上回るマルコメランドリーがチャンピオンになっていただろう。重要な役割を果たしたヘルテだったが、自身の成績はシリーズランキング22位に終わった。2000年は57ポイントを獲得し、シリーズ15位。これがヘルテの GP でのベストシーズンとなった。2001年は56ポイントでシリーズ16位。このシーズン限りでヘルテは GP を去ることになった。 2002年、ヘレテは4輪に転校し、ワールドシリーズバイ・日産に参戦した。翌2003年は F3 のウィンターシリーズに出場した。その後も挑戦を続け、2007年にはミジェットシリーズで好成績を残した。2008年、ヘレテは父チアンヘル、弟パブロと共にロードレース世界選手権 125cc クラスを戦う新しいチーム。 オンで2戦を立ち上げた。ヘレテがチーム監督につき、パブロはライダーとしてイタリアのラファエルデロサと共に KTM のマシンを走らせた。翌2009年にチームは最高峰、モートジッピークラスに移り、現役復帰したセッテジベルナウをライダーにドゥカティデスモセリチを走らせていたが、スポンサーのグループフランシスコエルナンドが資金難に陥ったため、シーズン途中で、 撤退の浮き目にあってしまった。2010年は弟パブロと共に G22 レーシングを立ち上げ新たに始まった元にクラスに森脇のシャシーで参戦、いとこの本心ゲートがエースライダーを務めた。ありがとうございます。